全国1億5000万のまさかいないとは思うけど誰とも被らないオリジナルエンブレムで自社を思いっきりアピールしたいと思っている皆さん、こんにちは。そのまさかを実行しちゃったバンゾンです。今回はバゾボックスバゴンに取り付けた世界に一つだけのオリジナルエンブレム、お手軽簡単製作機です。アウトドア系プロ作のカスタムでは近年ヴィンテージ風メッシュグリルにランクル調トヨタロゴエンブレムに交換するってのはトレンド中のトレンドですよね。私バンゾンもご多分に漏れずヴィンテージグリルへの交換は規定路線だったのですが、納車前のショップ作業にせずセルフ交換に決めたことで自由度が広がってしまい、それならいっそトヨタエンブレムは買わずオリジナルエンブレムを作っちゃおうってひらめいてしまいました。というのも仙台エステ時代フロントリップスポイラーに自身主催のカーミーティングコラッセオフのローマ字ロゴカッティングシートを長きにわたって貼りアピールし続けてきたものがプロボックスに乗り換えた途端に何もなくなってしまうのが忍びなく、ならばステッカーではなくトヨタエンブレムかと思わせておいての実は全くのオリジナルエンブレムっていう気づいた時のサプライズ度も爆上がりのギミックも盛り込んだエンブレムにしようってことで作ってみました。完全コピーとはいかないまでも限りなくパッと見トヨタエンブレムっぽくしたかったので、車購入先のサンズガレージさんにて実寸を測らせてもらって参考にしました。ちなみに純正エンブレムは文字の大きさが6センチ、文字の土台となるベースが縦3センチ×横39センチと実はまあまあでかいんですよ。コラッセはトヨタより文字数が1つ多いんですが、これよりは大きくならないようにしました。A 文字はさすがに自作する能力はなかったのでアンシャンテ工房さんのアクリル切り抜き文字を注文しました。色は黒、アクリル厚さ 3mm、 文字の大きさ 5cm です。ベース部分は近所のコメディで買ったアクリルサンデー版の黒、サイズ 18cm×32cm、 厚さ 3mm ですので 32cm を横サイズとして縦の分を 3cm にして切り出しました。トヨタエンブレムは黒ベースに白抜き文字になっているのも近づけつつオリジナリティを出すべく、これまた近所のコメディで買ったトラスコの反射シート白を使って全文字各辺 1mm ずつ縮小して切り出し、リフレクター白抜き文字にして夜間のアピール力も失わないエンブレムにしてみましたよ。全て直線ならね申し分ないんですが、 ORS の曲線部分はお世辞にも綺麗とは言えない出来ですが、文字幅のバランスを見ながら均一になるような感覚で接着して完成です。これをグリルに取り付けていざ交換ってところは後々別でご紹介させていただきます。にしてもあっと目を引くオリジナルエンブレムになったと自己満足していますが、皆さんは遠くから目を細くして見てくださいね。今後もバゾボックスバゴンのキテレツカスタムが気になるよって方はぜひともチャンネル登録していただいてお待ちください。実写を見たいねとまで思っちゃった方はコラッセオフに参加していただきたく存じます。なお作業につきましては皆様自己責任で施工をお願いいたします。今回もご覧いただきありがとうございました。チャオ。